リオのカーニバルで更新するサンバ学校、モシダージ、リオデジャネイロのカーニバル、厳粛な雰囲気の始純説の期間に入る前に行われる祝祭であり、世界最大の見せ物の一つとみなされている。その歴史は1723年にまで遡る。サンボードロモデのサンバ学校のパレード、2013年、カーニバルの踊り手たち、2016年、音楽とダンスは、 リオのカーニバルのあらゆる場面に結びついている。最も有名なダンスはかつて奴隷たちが海を越えてアフリカからもたらしたサンバである。サンバはアフリカ系奴隷たちによってブラジルの街頭の音楽である小炉などを混ぜ合わせて生み出された。サンバはカーニバルのダンスとして人気が高いだけでなく主な都市の外縁部に広がる貧しい集落で大変な人気がある。こうした集落は 西洋文化の影響などから離れて、アフリカ由来であるサンバの歴史的な側面を生かし続けているのである。サンバ以外にも、ルンドゥ、ポルカ、マシシなどのダンスがカーニバルで踊られる。リオのカーニバルの主要なダンスであるサンバは、もちろん音楽なしに踊られるわけではない。音楽もまた、カーニバルのすべての場面で重要な要素となっている。インターネット上のサイト、サンバシティが述べるように、 サンバカーニバルの楽器は、ブラジルにとって、リオデジャネイロのカーニバルにとって、重要な要素であり、思わず、体を動かしたくなるビートとリズムを奏でて、色鮮やかなダンス革命演奏の祭典へと、慣習を弾けさせる。リオで聴かれるサンバは、バトゥカーダという、主に打楽器演奏を基盤にしたダンスと音楽である。この音楽は、歌いながら、 踊りながらパレードすることを可能にするようなリズムが必要とされて誕生したものである。このため、リオの街頭でのカーニバルのほとんどにおいて、このバトゥカーダのスタイルが広く取り入れられているのである。パレードは賞金付きコンテスト形式になっており、審査が行われる。観客席が設けられ、日本円で二千円から一部屋食事付きの一千万円まであり、六万人のダンサーを百五十万人の観客が、 見る。カーニバルの衣装、2017年。女性の踊り子、2008年。サンバが現在のような打楽器中心のスタイルになる前には、サンバは主にフルートと弦楽器で演奏されており、打楽器は下品なものとみなされていた。変化が起こったのは1930年代で、これ以降、打楽器が導入されるようになった。ドラムや他の打楽器から編成されるアンサンブルの指揮者は、 アピートと呼ばれるサンバホイッスルで指示を出して音楽をコントロールする。アピートには3種類の音を出せるが音量は極端に大きくはないので指揮者たちの中にはより大きな音が出るレフェリー用のホイッスルを好んで使うものも多い。打楽器のアンサンブルには鋭、スネアドラム、ヘピニキ、タンボリンなど様々なドラムが含まれている。鋭は皮が広くどうも大きな 基礎となる低音のドラムである。カイサと呼ばれる、スネアドラムの一種は、ドラムの皮の下に貼られたバネによって特徴ある音を出す。ヘピニキは、カイサに似ているが、バネは貼られていないので、スネアのような音はしない。タンボリンはスネアに似た音を出すが、実際には小さな円筒の銅に皮をきつく貼っただけのものである。パレードとダンスパーティー、さらに街頭のカーニバルが結びついた。 リオのカーニバルは地上最大の賞とも言われている。リオデジャネイロハンドブックが記しているように、リオのカーニバルはおそらく世界で一番有名なパーティーであろう。ありがとうございます。